誰がために金はなるは、アーネスト・ヘミングウェイの長編小説。スペイン内戦を舞台とし、ロバート・ジョーダンとマリアの恋を描く。題名は、ジョンダンの説教の一節を引用している。1939年3月にこの作品を書き始め、翌1940年に発表された。1943年に、ゲイリー・クーパーとイングリッド・バーグマンの主演で映画化もされた。 1978年には宝塚歌劇団によってミュージカル化された。2010年、2011年に再演。反ファシスト軍としてスペイン内戦に参加したロバート・ジョーダンは戦略上重要となる橋梁を爆破する任務を背負い、パブロが率いるゲリラ隊に協力を求めた。そこでファシストに両親を殺され、ゲリラ隊にかくまわれていた娘、マリアと知り合い、恋に落ちた。 やがて、彼は作戦を進めていくうちに、敵の作戦が変更となり、自分の任務である橋梁の爆破が無意味になることを知った。しかし連絡の不備から、作戦は中止されず、彼は無駄になったことを知りながら、橋梁を爆破し、瀕死の重傷を負い、仲間を逃がして自分は死に臨んだ。ありがとうございます。